情報公式の応用の二つ目です。この一番とか二番。そして三番、四番は、どの公式の応用やろまあ見たらこれ、2ついているかわかるよね。二乗になってるよね。つまり、この公式の応用です。x プラス a と二乗とか。これはマイナスでもよかったな。x 引く、a の二乗っていうのはどうなるかっていうと、x の二乗が最初に来ますよと。で、一番後ろは、 a の二乗ねな。で真ん中には二つ分の ax が出てくるのでプラス二 a x になりますよとマイナスの時はマイナス二 a x になねな大丈夫でこれってまたはここになんか係数がついとるけど五 x を一つのまとまりとして見ればなんとか足す一の二乗なってねえからこれは使えるよねちょっとやってみたいと思います まず、この五 x たす一の二乗、この公式に当てはめて解こうとすると、最初に出てくるのは x の二乗。つまり、この前の項の二乗なわけね。なので、五 x の二乗が最初に来ますよと。ほんで、後ろから行こうか。後ろの楽やね。一番後ろは相変わらず a の二乗が来るので、ここは変わらへんやね。プラス一の二乗です。じゃあ、真ん中はどうなるかっていうと、真ん中は 二二つ分出てくるってことやからこれとこれをかけて二かけたらいいんですこれとこれかけて二かけたらいいんですつまりえっと二かける 5x かける一したらいいやねちょっと窮屈になっちゃったけど。そしたらこう計算していくと 5x の二乗は二 2, 2 5 x 二乗やなほんで二かけ 5x かけ一は 10x になりますで最後一の二乗なので 1でこれで終わりですよと解くことができましたこれはさっきのやつより難しくないんじゃないかなまちょっとここややこしいかもしれんけど2かけこれかけこれこれは真ん中の部分に来ますそしたらちょっと2番でもやってみようかやること一緒ですここになんか2でいらんースついとるけど最初に来んのはこいつの2乗やねんなつまり 2x の2乗ですよと で一番後ろはどうなるかっていうとこマイナスになってるけどどうせ二乗車プラスになるからプラス三の二乗が来るんやねで真ん中の部分は二かけこれかけこれが来たよねかけこれかけこれが来れね二かけこれかけこれが来これねなので二2 × 2 x ナス三が来ますよと。 ちょっとしつこいなこの人と思ったかもしれんけどなので 2x2 乗は 4x の2乗ですで 2× これかけこれが来るので2け2 x で 4x やね4 x ス3でマイナスの 12x なです3の2乗で9ですよとちょっとしつこく言ったから分かってた？じここは真ん中は2けこれかけこれやねんなやってみようかさらっと3万をやってみたいなと思います まあでもちょっと3番うっしいのが、まあ前の時もあったよね、1個前の動画でも。ここはマイナス 2a でオッケーねんけど、こっちらにも文字が出てきちゃっていますよと。まあでもやること変わらへんで、2乗、2乗で2かけやね。そしたらどうなるのかっていうと、マイナス 2a の2乗が最初に来ますよと。で、一番後ろは 5b の2乗です。で、真ん中の部分は、 かけるにしちゃった。2かけちょっと狭かったなこれ 5b やもんなさっきこっちかごうか2かけなので -2a かける 5b やね2かけこれかけこれですほんで最後に 5b の2乗を付け加えますよとそしたらどうなるかっていうと -2a2 乗はプラスになって 4a2 乗やね 2かけマイナス 2a かける 5b はさっきちょっと数字やろうか2かけマイナス2でマイナス4ねマイナス4かける5でマイナス20ですほんで ab やねで最後は5 b 二乗で2 5 b 二乗出すことができましたそしたら4番に行ってみましょう分数も出てきてもまでも一緒ですなので3分の 1a の二乗ですよと プラス2かけ3分の 1a かけ 6b2 つともかけてあげます,ますそして最後は 6b の2乗ですオッケー。そしたら3分の 1a2 乗は3分の1かけ3分の1は9分の1なので a2 乗ですよと9分の 1a2 乗ですでこれちょっと約分できそうやねえっとこことここで約分できるやなで6はだってこれ1分の6やも 三と六で一二になりました三で割ってなそしたら分母はもうなくなっているので残っている数字と文字をかけて二人がし a b やから四 a b やねです最後は三十六。あら十六と B が六と B って似てるやな三十六 b の二乗になりますこれで出すことができました さっきの公式に比べたらそこまで難しくはないと思うんやけどまたこの応用でもどの公式を使ったらいいかなという使い分けが必要ですそういうことも頭に置きながら最後3つ目の公式の応用行ってみたいと思います